バルケンクロイツ。バルケンクロイツは十字の文様の一種。黒十字の一種だが、棒が直線のみで構成される。1916から1918年頃に登場して、後にドイツ国防軍の表彰に採用され、第二次世界大戦終結まで陸海空軍で使用された。1918年4月中旬、ドイツ帝国空軍はバルケンクロイツを初めて公式採用し、第一次世界大戦終結の1918年11月まで使用した。1918年3月20日の井戸フラグの製造者への指示には、我々の航空機の識別向上のため以下発注をする。これは1918年4月15日までに実行される必要があると書かれた。1935年3月、ナチスドイツによる再軍備で創設されたドイツ国防軍の一部であるドイツ空軍でバルケンクロイツは再使用された。1939年9月のポーランド侵攻から1940年の米座演習作戦より前の期間には装甲戦闘車両で白いバルケンクロイツが使用されたが、その後は1945年の第二次世界大戦終結まで空軍で使用された白線で縁取られた黒いバルケンクロイツがドイツ軍の装甲戦闘車両の基本的な国籍識別表彰となった。なお現在のドイツ連邦軍の表彰はナチス時代に旧国防軍が採用していたバルケンクロイツではなく、ドイツ帝国で使用されたクロスパティを継承した黒十字の先端が末広がりのドイツの伝統的なタッツェンクロイツを採用した。第二次世界大戦で使用されたバルケンクロイツの種類。公式版はドイツ空軍を参照。使用例1918年後半、胴体にバルケンクロイツが描かれたフォッカー D7、ポーランド侵攻でドイツ軍の表彰として、白十字が描かれた博物館の愛号戦車2種類のバルケンクロイツが描かれたスミソニアン博物館の復元されたフォッケウルフ FW190。ありがとうございます。